はい、皆様こんにちは。ガバラトリー将軍でございます。本日は名古屋ミスタートレードさんへの納品です。これはまあそのハーフのヌードルですね。ハーフヌードルの、ネックレスです。まあネックレスだとやっぱりハーフぐらいがいいだろうなという感じですね。まああの大きいのもいいけど、これぐらいで十分すごいです。まあ1メーター、ね、80とか75以上だとまあ大きいのでもいいけど、僕ぐらいちっこいとこれぐらいでちょうどいいかもしれませんね。特にまあ丸カンなんかはノーマルですね。ガボールがデザインしたままの、デザインです。何もスタンプも特に、ないです。で、これがまあエイリアン納品ですね。これもちょっと下向きエイリアンなんですね。最初の販売の頃はそのループが前にあったんで、もし下向きがいい人がいるんだったら、下向きに交換もサービスでやらせていただきます。最初の頃チョイスがなかったんで申し訳ないんで、まあ、こんな感じ。925スタンプ、925じゃない、スターリングスタンプですね。で、マルジマルシーとこういう感じで、やらせてもらってます。こういうスタンプが入ってます。で、これが、スパイクですね。スパイクリングですね。これもスパイクリングはちょっと顔がスカルの顔が長いんですね。で、今回のは、ここに山のないタイプ、シェブロンがないタイプですね。これまあちょっと見てもらったら分かると思うんですけど、シェブロンベールをベースにこのヘビワイドオーバル、シェブロンのヘビワイドオーバルを使ってこうリングになってるわけですね。この山はシェブロンベールの山なんですね。ガボールはだいたいそういうそのベール関係のパーツを使って指輪を作ってたんですね、昔は。で、これはまあシェブロンになってるからちょっと凝ってるんですよね。まあこれ結構凝ってる頃の、頑張ってる頃のガボールの作品ですよね。あとはこうやって、次このちっちゃいの 4.7 ミリ、のこれ40センチぐらいですかね。これ50センチぐらいかな、45センチ50センチっていう感じでしょうかね。こういうちっちゃいチェーンも、オーダーいただきました。まあ、では本日はこんなところです。ああ、違うわ、まだあった、ごめんなさい。これ忘れてました。一番大切なやつ、これウォーリングみたいな顔してるんですけど、これハーフサイズなんですね。ハーフサイズなのに、サイズを28とかすごいサイズでオーダーいただいちゃったんで、顔がウォーリングみたいな顔になってるんですね。これこの28、こんな感じです。やっぱりこのまあいいとこでもあり悪いとこでもありという感じで、この指のサイズでこのリングの顔が変わるんですよね。まあ、もちろんそれは当たり前なんですけど、この 顔の幅が広くなるんですね。まあ、この顔の方が怖い感じでいいっていう人もいますけどね。まあ好き好きで、あとこの顎をキュッとつまんだ感じもまた可愛いんで、それも言っていただければオーダーできます。今度こそ本当に、本日は失礼いたします。ご清聴ありがとうございました。